ございます。今日は先日拝見した半次郎について語りたいと思います。五十嵐翔監督、この監督は昔は結構社会派をいろいろ撮っていたんですけれど、最近なんかアダン長州ファイブ、この作品と、文明開化の頃の日本を扱った、歴史ものを撮ることが多くなってきたんですけれど、個人的には社会派を撮っていた頃の方が好きです。沢田っていうドキュメントが一番この監督の中では、いい作品かなと思っています。なぜ見たかというと、これまた、仕事の関係でエグザイルの明らが主演しているということで見ましたけれど、レジェンドオブフィストよりは結構活躍する役で、不自然なほど、かっこいい死に方をするという役柄でした。それではまたお会いしましょう。